ジップ特集は、ハッシュタグショビズスペシャルスパーク結成から約1年のナンバーアンダーライン愛が、初のフルアルバムをリリース稲妻ハッシュタグ平野ノショーハッシュタグ神宮寺雄太ハッシュタグガン雄太にジップがインタビューマイク。日本の皆さん、こんにちは。肌寒くなってくるこの頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。さて、エンターテイメントの世界に再び旋風を巻き起こしている、平野ノショさん、神宮寺雄太さん、 岸優太さんの三人組、ナンバーアンダーライン愛。彼らの姿を見ない日はない。というほど、テレビに雑誌にと大活躍の一年でしたね。デビューからわずか一年とは思えないほどの輝きを放つ彼らですが、その道のりは決して平坦なものではありませんでした。多くの期待と不安を背負いながら、新たなスタートを切った三人。しかし、持ち前の明るさと強い絆で、 どんな困難も乗り越えてきたように感じます。そして9月23日彼らがついに初のフルアルバムをリリース待ち焦がれていたファンの方も多いのではないでしょうか私もその一人でリリースの知らせを聞いた時は驚きと喜びで胸がいっぱいになりました今回のアルバムには彼らのこれまでの奇跡と未来への希望がぎュっと詰まっているように感じますデビュー曲「初心ラブ。 ウブラブのウイオドリジシー輝き、セカンドシングル、ハッシュタグ IMA で表現された等身大の強さ、そして、最新曲、ディザイアで見せる大人の色気、楽曲を追うごとに進化を続ける彼らの姿に、ただただ圧倒されるばかりです。特に私が心惹かれたのは、今回のアルバムに収録されている新曲、約束です。この曲は、ファンへの感謝の気持ちが込められた。 切なくも温かいバラードに仕上がっています。歌詞の一つ一つに、彼らがファンを大切に思う気持ちが伝わってきて、聞くたびに目頭が熱くなってしまいます。どんな時も君と歩いていきたい。約束するよ、ずっとそばにいるから。こんな風にストレートに思いを伝えてくれる彼らだからこそ、多くの人の心をつかんで離さないのでしょう。そして、今回のアルバムを通して私が強く感じたのは、三人の、 表現者としての成長です。楽曲はもちろんのこと、ミュージックビデオやパフォーマンスからも、彼らの表現力の進化を感じることができます。例えば、ディザイアのミュージックビデオで見せる、セクシーで挑発的な表情。デビュー当初の爽やかなイメージとはまた違う、彼らの新たな一面に心を奪われた方も多いのではないでしょうか。また、先日行われたコンサートツアー、 ハッシュタグ NI Underline ビーツアーアンダーライン2 0 2 3でのパフォーマンスも圧巻の一言でした。キレのあるダンス、魂を揺さぶる歌声、そして、会場全体を包み込むような温かい笑顔、彼らの魅力が最大限に発揮されたステージは、まさに、夢の時間でした。このように、常に進化を続けるナンンバーアンダーアダライン愛彼らがこれからどんな景色を見せてくれるのか、期待は膨らむばかりです。 そして、9月24日放送の ZIP では、そんな彼らのスペシャルインタビューが放送されるそうですね。私も今から楽しみにしています。番組では、アルバム制作の裏側や、歌詞に込められた思いを語ってくれるとのこと。さらに、彼らの素顔が垣間見えるようなトークも飛び出すかもしれませんね。これは見逃せません。ナンバーアンダーライン愛の挑戦は、まだまだ始まったばかり。 これからも彼らの活躍から目が離せません。ナンバーアンダーライン愛が結成されてから約1年。その短い期間で彼らは驚異的な成長を遂げ、多くのファンの心をつかんできました。この1年は彼らにとってまさに激動の1年と言えるでしょう。音楽業界では特に新しいアーティストが世に出てからの最初の数年間が非常に重要とされ、 その間にどれだけ強い印象を残せるかが今後のキャリアに大きく影響します。しかし、ナンバー・アンダーライン愛はその期間を驚くほどのスピードで駆け抜け、初のフルアルバムリリースにこぎつけました。この成長には、多くの努力や挑戦が裏にあったことは言うまでもありませんが、彼らの成功の鍵はどこにあるのでしょうか。ナンバー・アンダーライン愛の特徴的な魅力の一つは、彼らが放つエネルギーと誠実さです。 音楽を通して自分たちの感情や思いを率直に表現する彼らの姿は、ファンにとって非常に共感しやすいものです。特にリーダーシップを発揮する平野翔、神宮寺勇太、岸優太の3人は、それぞれが独自の個性を持ちながらも、チームとしての一体感を強く感じさせます。これが、彼らが多くの人々に愛される理由の一つです。しかし、エンターテインメント業界は常に変化しており、 時代やトレンドに合わせて進化し続ける必要があります。ナンバーアンダーラインアイはどのようにしてこの変化に対応し、さらに高みを目指しているのでしょうか。彼らの音楽制作には、独自のスタイルが反映されています。特に歌詞に込められたメッセージは、ファンにとって大きな魅力の一つです。ナンバーアンダーラインアイの楽曲は、表面的にはポップでキャッチーなメロディーが特徴ですが、歌詞に目を向けると、 より深い感情や人間関係の複雑さが描かれています。彼ら自身が経験した苦悩や喜び、成長過程での葛藤が音楽を通して語られています。例えば、最新アルバムの中には、信頼や絆というテーマが頻繁に登場します。これらは彼らがこれまでの経験を通して学んできたものであり、その誠実な表現が多くのファンに支持されています。では、 なぜこれほどまでに彼らの歌詞が共感を呼ぶのでしょうかそれは彼らが自身の弱さや不安を隠さずに率直に表現しているからです。多くのアーティストは成功を目指す過程で自分たちを強く見せようとする傾向がありますがナンバーアンダーライン愛はその逆を行っています。彼らは自分たちの未熟さや悩みをあえて見せることでファンとの距離を縮めています。このような姿勢は 特に若いファン層に大きな影響を与えています。現代の若者は、かつてないほどに情報に敏感で、自分たちに嘘をつかない、真実の声を求めています。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、その期待に応えるべく、常に自己開示をしながら活動しています。彼らの SNS やインタビューでも、私生活や感情について率直に語る姿が見られます。こうしたコミュニケーションスタイルは、 ファンにとって安心感を与え、彼らをより身近に感じさせる要因となっています。さらに、彼らが表現する感情は、単なるエンターテインメントを超えたものとなり、ファンとの深い絆を形成しています。しかし、成功には常に挑戦が伴います。ナンバーアンダーライン愛も例外ではありません。彼らは急速な成功の中で、プレッシャーや期待に押しつぶされそうになる瞬間もあったでしょう。 特に、グループとしての一体感を保ちながら、それぞれの個性をどのように発揮していくかという課題は大きなものでした。エンターテインメント業界では、個々のメンバーが独自のキャリアを築くことが推奨される一方で、グループとしての活動をどのように両立させるかが常に問われます。ナンバーアンダーライン愛は、のバランスをどのように保ってきたのでしょうか。それは、メンバー同士の信頼関係と、明確なビジョンに基づいています。 互いに補い合いながら、個々の強みを最大限に活かすことで、彼らは一つのチームとしての成功を築いてきました。彼らがこれまでに直面してきた課題は多岐にわたりますが、その中でも特に重要なのは、変化への対応力です。音楽業界は絶えず進化し、新しいトレンドやテクノロジーが次々と登場します。その中で自分たちのアイデンティティを守りつつ、どのようにして新しい挑戦を受け入れていくのかが、 アーティストにとっての大きな課題です。ナンバー・アンダーライン愛は、これまでの活動を通じて、変化を恐れずに受け入れる姿勢を示してきました。彼らの楽曲やパフォーマンスには、最新の音楽トレンドを取り入れつつも、自分たちの個性をしっかりと維持しています。これこそが、彼らがこれからも長く愛され続ける理由の一つとなるでしょう。また、彼らの成功には、ファンの存在も大きな要因として挙げられます。 特に、日本のエンターテインメント界では、ファンとの関係が非常に重要視されます。ナンバーアンダーラインアイのファンである、アイエルワイズとの絆は非常に強く、彼らの成長を共に喜び、応援し続ける姿勢が特徴です。SNS を通じての交流や、ライブでの直接的なコミュニケーションは、ファンにとっても特別な経験となり、彼らの忠誠心を高めています。ファンとのこうした緊密な関係は、 アーティストにとっての心の支えとなり、彼らが困難を乗り越える力となります。これからもナンバー・アンダーライン愛がどのような進化を遂げるのか、非常に楽しみです。彼らはこれまでの1年間で多くのことを学び、数々の挑戦を乗り越えてきました。しかし、これから先にはさらなる試練が待ち受けていることでしょう。新しい音楽のスタイルやパフォーマンスの技術、そしてファンとの関わり方など、 彼らがどのようにして自分たちの道を切り開いていくのか、その過程は多くの人々にとって興味深いものであり続けるはずです。今後の音楽業界の動向やテクノロジーの進化を踏まえると、ナンバー・アンダーライン愛がさらに新しい試みに挑戦することは間違いありません。例えば、デジタルコンテンツやライブストリーミングなど、従来の枠にとらわれない方法でファンとの交流を図ることが期待されます。これにより、 彼らは国内外の新しいファン層にもアプローチできるでしょう。また、彼らの音楽が国境を越えて世界中に広がる可能性も高まっています。特に、グローバル化が進む現代において、日本のアーティストが海外市場で成功を収めることは、決して珍しいことではありません。ナンバーアンダーライン愛がその波に乗り、さらなる成長を遂げる日も近いでしょう。最後に、 ナンバーアンダーライン愛の未来について考えるとき、私たちは彼らがどれだけのポテンシャルを秘めているかに注目せざるを得ません。音楽業界は決して楽な場所ではありませんが、彼らはその厳しい、世界で輝き続けるための強い意志と情熱を持っています。そして、彼らの音楽やパフォーマンスを通して、多くの人々に勇気や希望を与える存在であり続けることでしょう。ファンとして、 そして一緒に成長を見守る存在として、私たちは彼らの次の一歩を心から応援し続けたいと思います。